そうですね。今、映画をこれから、学びたいなと思ってる人、っていう方で、どうしようかなって検討されてる方も、いると思うんですけども、基本的にその僕も、エムゼミナールっていうところ、このエムゼミナール出身で、で当時、英語学校に行きたいなっていうふうに思っていたのは、非常にこう、漠然としていたんですね。で、そういうのもあって、で、入ってから、何かこう明確に何かをすごく学びたいとか、英語を学ぼうと思ったんですけども、何かすごくその明確な何かが実はあったわけではなくて、行ってみて何かあるかなという、でも何か自分としては表現したいみたいな気持ちはとにかくあったので、そういった中で映画という表現をしたいっていうふうには思ってはいたんですけど、ただそのぐらいに非常にこう漠然としたものだったので、それで入ってから非常にこう学ぶことがあったというか、入ってから非常にこういろんな方との出会いだったりとか、というものを通じて、映画の世界にこう入っていく、っていうことになったのかなと思いますので、非常にこうなんか、どうしようかなと思われている方は、とりあえずやってみるというか、っていうことが、僕は意外と大事なんじゃないかなというふうには思いますかね。わかりました。演舞のそうですね、学生時代に、映画をその何本か撮る、機会はあって、でそれはなんか最後の卒業制作みたいなのもあるんですけど、僕は卒業制作は撮らなかったんですけども、それまでになんか自分なりたちなりに課題の、映画だったりとか、あとなんか自主的に僕はなんか映画を撮ったりしたんですね。で、監督、篠原哲夫監督が講師だったんですけども、許可を得て、こういうのがどうしても撮りたいんだっつって、で、なんか、自分のお金で、自主映画みたいなものを、演舞の時に撮ったんですね。で、それが、落花生っていう、8ミリの、映画だったんですけども、で、なんか、その時にやっぱり、それがいわば初めての映画作りだったかなと思うんですけど、非常に、なんて言うんだろう、自分なりにすごく手探りで、やっていたんですけども、なんか、それがもう、本当にすごい楽しかった記憶しかないんですね。で、結構役者さんだったりとか、いろいろと、大変なところは正直あったんですけども、でもなんか、そういう大変さも含めて、楽しい記憶しかないというか、ということだったかなと思いますね。なんか、当時、ちょっとその、少しこうインディペンデントな映画というか、アメリカとかの、こう、インディペンデントの映画みたいなのが流行っていて、で、それをなんか真似してみたりとか、あんまりこうお客さんとかをその意識、あんまり全然意識しないで、とりあえず自分がやりたいことをやるんだみたいな、なんかその気持ちだけで突っ走って作れたりしたんですね。で、今じゃ到底考えられないんですけど、そんなことって。なんかそういうその自分の表現したい気持ちだったりとか、そういったものだけで作ることができた時だったなってすごく思って、それだから、すごくかけがえのない、時だったんじゃないかなっていうふうには、今思い返すとすごく思いましたね。やっぱり今は結構そういうやっぱ見てくれる人とか考えながらやっぱ作るっていう方が多いっていうかほとんどなんですかね。いや、もう絶対そうですね。もうなんか、映画は基本的に普通に、例えば生活のためにというか、商業的な部分において、作るっていう時においては、お客さんが見てどうなるかっていうことで、すべて完結はしてくるので、それが、もちろん主軸にはなるんですけども、でもなんか、それもありながらなんですけど、やっぱりどっかでお客さんに受け入れてもらいながらも、自分のその作家性というか、自分が言いたいことみたいなものはなんか、完全にこう、配慮はしないと思ってるんですね。そこにおいてなんか、その演舞自体とかに、どうしてもこうやりたいんだみたいな気持ち、自分のこう、作家性って言ったら偉そうですけど、やりたいそのことだったりとか、っていうことを、追求しながら、それをどういうふうにこう客観的にお客さんに見られるか、みたいなものはなんか、演舞にいる間にも学んでいったかなと思いますかね。最初はその落花生っていうのは本当に自分のやりたいことだけだったんですけど、その中で自分も非常にこう反省するところもあったりとかして、で、そこからこうどういうふうに作品がね、客観的に見られていくかということも、体として身につけていったというか、という感じはありましたね。そしたらやっぱ結構入って初めて作る映画とかはもう自分のやりたいことを詰め込んだりしてやった方がいい感じです僕はそう思いますけどね、なんか、最初しかやっぱりできないことってあると思うので、か？今ね、さっき話もありましたけど、ある程度キャリアも少し重ねていくとね、なんかそういうこうやりたいことってだけでは、
もちろん作っていけないだったりするので、で、そこら辺がやっぱりできることっていうのが非常にこう、演舞、時代には大きかったなと思いますし、まあ僕だけじゃなくて、おそらく周りの、その同期の人たちもそういう気持ちはすごくあったんじゃないかなと思って、まあみんなお互いにこう全然こう何も知らないまま、ただなんか講師の人に、こうちょっとこう公表とかしてもらって、で、手探りで自分のやりたいことをやっていくって感じなんですけど、それがなんか非常に刺激的で、本当面白かったなっていう結構そうですね、これ自分たちでやっぱ作れるっていうのが楽しいですよね。自分もそんな感じだった気がします。まあ今ね、ちょうど今、1年間教えてきましたけど、まあ、その生徒の中でもやっぱり自分たちで作り始めていて、で、まあ、僕がその作品に対してこう好評とかをさせていただきながらですけども、非常になんかやっぱり各々が生き生きとしてるというか、っていうのは感じますね。で、そうまですた最初だけじゃなく、まあ、その中間制作と卒業制作に変わりますけど、まあ、明らかにこうなんか脚本のスキルアップみたいなのもあって、非常にこう目に見えて変わっていってるというか。それはすごく感じます。そうですね。まあ、今、おっしゃってもらったように、多分2つ同時にはもちろん存在していて、楽しいことっていうのは、やっぱり、まあ、自分が、演舞の時に映画を撮って生きていきたいなと思っていたものの、やっぱりこう根本的なモチベーションとして、まあ、やっぱりこう何かを表現する、自分が言いたいことだったりとか、まあ、それに限らず、なんか作品のテーマみたいなことを、きっちりこう表現できるっていう立場にあって、まあ、それをしっかりこう表現できるときってのはこれ、それはなんか、なんというんだろう、こう、あんまりこう、何もこうお金とかには換算できないような、喜びというか、みたいなものは確実にあるんじゃないかなと思うんですね。なんかそのためにやってるっていうところしかないかなって気がしていて。っていうのはすごくやっぱり思いますかね。なんかその台本だったりとか、まあ、最初結構やっぱり映画作ることっていろんなこのスタッフとの関係だったりとか、キャストだったりとかっていうことで大変なことはもちろんそこたくさんあるんですけども、なんかその辺をなんか経て自分がこう言いたいことをそのに対してスタッフが例えば信頼して自分と一緒に作ってくれたりとか、なんかそういうことができた時に自分一人じゃないの喜びというか、その一緒にこうやってくれた仲間たちの、連帯感だったりとか、そういったものはなんか、やっぱり、必要になっても変わらないかなっていうふうには思いますかね。で、苦しいことは、もう、すごい、全部苦しいんですけども、それはなんか、肉体的に苦しいではありますよね。その、なんつうんだろう、単純にこう、朝早くで、夜遅くまで撮影をしたりするので、それはまあ、現実としてあるかなと思うので。僕はなんか肉体的な苦労みたいなものは正直すごくあるんですけども、なんか、まあ、その苦しさも、その撮影の時だとなると、なんかちょっと、おかしいというか、そんなことすごい、本当は日常生活だったらそんなことはできないんですけど、意外と映画撮影だとできちゃったりするというか、それはなんか映画の時に、ちょっとこうなんか廃状態というか、そういう状況でやってるのもあるので、だまあ肉体的には苦しいんですけど、精神的にそこまで苦しいかって言ったらそうでもない気はしますけどね、とは思ってます。まあ、じゃあ結構吉田さん、誰かとこう一緒に作ることが一番楽しいことというか、そんな感じなんですか。そうですね、まあ、結構映画ってもちろん、ね、一人で全く何もできないので、ある程度監督っていうのはもうなんか指示役というか、これをこうしていただきたいみたいなことをこう指示する役割だと思っているので。まあ、それがやっぱりこう、指示するにはやっぱりこう、監督の、指示のあり方だったりとか、まあ、人間性みたいなことも含めて、いろいろとこう、必要になってくると思うんですけど、そのあたりが、なんかこう、スタッフに伝わると、やっぱり自分の喜びにもなりますし、自信にもなるというか、と思うので、やっぱりそこにこう、喜びっていう楽しさっていうものも、やっぱり感じるだろうな、と思う。そうやってこう、スタッフとの関係とか、俳優さんとの関係がうまくいった映画の方が、やっぱいいものができたりもありますあ、か？そう思いますけどね。なんか、結構お話聞いて、現場マジでやばかったよ、みたいなのってたくさん聞くんですけども。まあ、それでもなんか、いい映画って正直できたりはするんですけど、で、まあ、一番いいのは、やっぱりこう、スタッフがみんな、すごくいい経験だったっていうふうになって、で、それが内容ともに、ちゃんといいというか、で、
それで例えば映画祭だったりとかね、はい。そういうところにもある程度評価されてみたいな、ね、形になるのが一番幸せかなと思っていて、で、それはなんか、ただいい映画を作ればいいだけじゃないというか、それはスタッフへのケアだったりとか、一緒にこうどういうふうにこう関係作っていくのかとか、そこら辺もなんかすごく映画作りにおいては、すごく大事なことだなっていうのを最近思うので、そうですはい、で、そうですね、そこはなんかあるかな。まあ、演舞はだから非常にこう、そういった意味において、その、まあ、結構その仲間とのこうあり方みたいなものは大事になるところかなと思そうですね。うん、この辺のこう基礎みたいなものは学べるんじゃないかなと思いますけど。なんか、最初に会った時は、まあ1年、約1年前で、で、その時の、まあ、その最初だったらもちろん誰がどういう人たちが全く分からないんですけど、なんかこう、やっぱり作品を通じていって、その人たちがどういうことに興味があるのかとか、どういうことが向いてるのかとか、どういうその表現が向いてるのかっていうのが、まあ、非常にこう分かるようになってきたというか、で、その、やっぱり映画を作るっていうと、その人のやっぱり人間性みたいなのがすごく出てくるんですよ。で、それがなんか、すごく分かりやすく、出てくるなと思って、分かりやすくって言ったらあれですけど、まあ、僕はその演舞のいいところだと思うんですけど、あんまりこう、その、確実的じゃないというか、非常にこう多様性があるなと思ってるんですね。それがなんか、僕の今持ってるクラスにおいても非常にこう顕著に出てるなと思っていて、ある人はなんか非常にこう、まあ、真面目というか、すごくそのアーティスティックな映画も作る人もいれば、非常にこうなんかよくわかんないアイパイアルですね、の作る人もいますし、なんかこう、非常にこう女性的目線で、繊細に描く人もいるし、みたいな感じで、非常にこう、その人の人なりのこう、オリジナリティというか、みたいなものが、結構際立ってきてるなっていうふうにすごく思っていて。で、それなんか、まあ、僕も当初、その教えられること、教えられるというか、まあ、生徒にこう接していけれるのは、なんかそういうその生徒のオリジナリティというか、みたいなところしかないかなと思っているので、そこはなんか、見ていく中で、おのおのが、こう、伸びてきてるというか、キャラクターが見えてきたりになっているのは、すごくいいなっていうふうには思ってます。そうですね。まあ、僕も演舞ゼミナールを、入学したのが今からまあ20年ぐらい前なんですけども、入学をして、で、その当時に、まあ、さっきちょっと言いましたけど、非常にこうなんか、曖昧に入ったというか、で、篠原哲生監督っていうのを実はほとんど知らなかったんですね。で、ちょっと知ったぐらいで、名前ちょっと知ってるぐらいで、そのぐらいの感じで入ったんですけど、やっぱりいざ入ったら、やっぱりすごいですね。なんかこう、入らないと入った時と全然違うというか、入って、その、刺激的な世界というか、その自分の、みんなやっぱり、基本的にやっぱり表現したい気持ちはあるので、そこら辺の人たちがこう集まって、こうなんか生まれる空気みたいなものだったりとか、そういったものはなんか非常にこう今まで僕が生きた中ではあんまりなかった世界だったので、それをなんかぜひ皆さんに体験してほしいなっていうふうに思うんですね。それはなんか僕がちょっと前のコメントに書きましたけど、いまだにその今45歳ですけど、45年生きてきた中でも、やっぱりその1年間っていうのは一番楽しかったっていうふうのは、本当に思う時間だったと思いますし。そのなんか、それが1年間がおそらく自分にとっての大きな人生の、ポイントにもなってるかなと思うので、来てもらえれば、必ずそういう、表現をするっていうことの、面白さだったりとか、刺激みたいなものを、感じれると思うので、ぜひ来ていただきたいなというふうに思ってます。